日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週はジャパナビ夏のお祭り大集合、南東北3県栃木元気発進第4章山形県。先週は山形鉄道でローカル線の旅を楽しみ、オカマ観光。今週も引き続き山形のここからスタートです。わー、好しぼがれわい、気持ちいいね。すぐ治ると思う。何がこれ、平行表イメージ。これ何で温泉？ここは蔵王温泉、超有名。おけさや、何有名や。1900年の歴史がある。何のこの色？これ1900年の歴史の色だよ。え、本当に？1900年前の方がいいの？違うよ、これは酸性が強いから空気に触れると白く濁るんだって。なんかいろいろ知ってるな。不思議だね。どれくらい酸性持ってるの？ pH1.7。 わかる？知らんわなんとなくすごい、日本で2番目に強い酸性のお湯。そんなに有名な温泉なのに、なんで足湯だけなの？ここは本当は足湯じゃないよ。ここは露天風呂、温泉旅館の露天風呂。確かに、でもちょっと景色いいね。そうだよ、このセミの声とか聞いて夏って感じ。あ、リラックス、気持ちいい、ね、で中にはね、岩で囲まれたすごくまた雰囲気のいい温泉もさっきあったよ。あ、じゃあ僕入ってみるわ。入ってみれないよ。なんで？ジャパナビはそんな楽な仕事じゃないよ。マジ？もう行かなきゃいけないんだ。会場会終わりました。ザオケ、はい、行きますよ。わいわい、お方便あー。まあよあ、大地のおならでございます。地球之皮就是硫磺味。咦，法官是谁？法官，谁法官啊？硫磺法，啊，你跟我出来。什么？没见过硫磺法啊？过得过呀，越低啊。ここは温泉神社。何の周り全部旅館ですね。そうだよ、蔵王温泉はとても大きな温泉街だから超有名。やめん大声あ。名物があるよ。名物？これは伊賀餅という。伊賀餅？うん、こもちゃ有意義があるわ。これが蔵王の名物で、うん、あの豊作を祈って作られたお餅。わ、ほんまいわ。そうだよ、ご参心は。そうだよ、このお店も大行列になってるんだって。いつもすごい並んでる。さらにここでは名物は他に何がある？知らんよ。スキー場。スキー場どんだけ有名だよ。山があって雪がある。山雪あるぐらいでしょ。本当に有名なんだ。日本人で蔵王スキー場は知らない人がいないぐらい超有名。なるほど。なぜかというと樹氷がある。樹冰？冬天有樹啦，樹上面梗係結冰㗎啦，乜咁犀利啫 ？No, snow monster。樹妖，千年樹妖，東方不敗刀嚟收拾你！嘿，嘿，嘿，開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 ，そして2013年、ついにこの名作が映画化。舞台はもちろん山形。その中のワンシーンが撮影されたのがこちら、山形の景勝地宝珠山立石寺、通称山寺です。これからこの山門をくぐって山に登っていきます。今どこですか？今この山門ですね。この山門をくぐると上の奥の院大仏殿まで千段余り登りますね。千段、はい、なんかうぇー、山門社会大発展、千段、行きましょう。はい、ゴー、ゴー、行きましょう。はい、頑張ります。ここはですね、何千万年か前は海底にあったものがこう隆起した山なんですね。海底、昔、海の中にお寺作ったんですか？いやいや、そうじゃなくて違う昔は海底にあったものが隆起したというか、はい、地上に現れたということですよね。何千万年か前、ね、現れてからそうですそうです山になって、寺ができた。そういうこと。あ、びっくりした。びっくりしたんですか、うん、行きましょう。分かってた私だけ分かってないのすごいと思って海底寺藤島さん、はい、あそこ見て、はい、あの穴は何の穴ですか？穴がたくさん開いてますけどね、あれは自然に風化した穴ですね。
雨とか雪とか風でね、はい、自然に掘られた穴なんですよ。あの文字が書いてあるところとか、文字が書いてあるところはあれはあのこの辺ではね、農協を伴あの納骨を伴わないお墓のようなものですね。あ、そうなんだ、はい、あ、それは掘ったんですか。それは掘ったんです。あ、なるほど。うわー、おやめや、はい、ここが階段堂ですね。で、あの赤いのが農協堂ですね、はい、農協堂、お経を納める堂です。これよく山寺のポストカードとかで写ってますよね、ここから山のこう切り立った感じの、いいとこですよね、うん。あの建物は何ですか。あれは、はい、あの正蔵院さんというお寺ですね。あ、その崖の上にあるのが胎内堂といって、はい、昔ここにお坊さんがいた頃に修行したあのお堂なんです。あれってどうやって行くんですか。あの上の金城院さんの脇の方の道を渡っていくと、岩と岩との間にはしごがかけてありまして、ロッククライミングですよね。お坊さんどうしてこんな建て方をしたんですか。これはやっぱりね、天台宗のねお寺の形式でね、だんだん山の上にお寺を重ねていくっていうね、そういう形式。これは昔は中国のお寺もそうですよね。あ、そういうところから来ます。はい、じゃあ五大堂に行きますよ。はい、階段急ですから気をつけてください。またたくさん登りますか。いや、すぐですから。あ、すぐなんだ。おお、うわー、すげえ、すごい、いやいや、いい天気だな。雲が流れていいですね。これはやっぱり登らないとダメですね。そうですよ、うん、で下に見えるのはあそこが山寺駅、 JR の山寺駅ですね。あそこが駅なんだ。あそこから電車に乗って右の方行くと山形駅まで15分。そんなに近いですか。はい、へー。だから下りの方行くと仙台まで50分です。こんなに山奥みたいな雰囲気の神秘的な場所にすごく便利に来れるんですね。はい、ここまで登ると何百段ですか。ここまで約800段登ってきましたね。800段私たち登ったんだ。こういう価値ありますね。今日は制覇だ。制覇じゃないよ、何言ってんの。まだ上ありますよね。この辺まであと200段いきます。あと200段いけるよ。200段もちろん1000段ですね。はい、行きましょう。ポストある。そうです、ここにはポストがあるようにね。これ機能してるんですか。郵便屋さんは毎日ここへ集配に来ます。来る、毎日来る、はい、毎日。はい、土曜日曜祝日を除いて毎日ですね。山寺住所あるんですか。住所ありますよ。住所ある。本当だ、11時頃来るんだって。そうです、土曜日も来る。はい、山寺の担当にはなりたくないですね。ちょっと大変大変、山の郵便屋さんだはい、ここが最後の階段です。最後奥の院ですよ。え、っていうことはこれゴール、はい、そうです、ゴールやった。はい、じゃあまた元気で登りましょう。はい、あ、着きました。はい、ここが奥の院ですよ。はい、山頂だ。一番高いとこです。ああ、標高どれくらいありますか。ここね、標高450メートルぐらいですね。あ、低いんですね。はい、意外と低いです。低いんだ。で、何段でしたっけ、階段。階段がね、ここまでだいたい1000段あります。1000段登った。そうです、1000段、1000段登ったよかったですねやり遂げました、ありがとうございます。2階にそこまで苦しではないですね。そうですね、そうですね、結構楽勝な感じ。でも、今日藤島さんはすでに何回目ですか。2回目です。2回目、もう一番多い時で、一番多い時で4回登ってます。4回、1000、まあ、8000回ぐらい登ったんですよ。すごい、すごいですね、はい、山寺を後にして山形市街地へ。今日は東北を代表する夏祭りの一つ、花笠祭りの開催日です。イエーイ、花笠祭り、よーし、来ました。はい、あ、ゆうこさんも言いました。はい、山形県庁のゆうこさんです。よろしくお願いします。すごいですね、花笠祭り。本当ですね、すごい人多い。多いですよ。え、何人ぐらいですか。今今日は4200人ぐらい。4200人が踊る。もう開始だ。5、4、3、2、1、スタートです。スタートです。次は揃った揃った可愛い。なんか踊りはみんな違うんですか。グループごとに違うんですよ。そうなんだ。一番、はい、あのスタンダードなのは、そうです。ハレルヤ、ハレルヤ。
全然覚えられない。覚えられない。難しい。掛け声はヤッショーマカショーだよ。ヤッショーマカショー。うん。オーケー。ヤッショーマカショー。ヤッショーマカショー。はい。はい。もう毎年見に来ますか？私も毎年来ます。来ます、はい、来るのが仕事？そうですね山形県庁観光課です。笠間祭りはいろんな踊り方があるんですけども、ルールは少しだけ決まっていることがあって、必ず花笠を持つこと。あ、これは持たなきゃいけない。同じ服だ。同じ服。なんで？ここは山形県庁の花笠愛好会の皆さんです。山形県庁の皆さん。山形県庁の皆さん、お疲れ様です。頑張りましょう。山形県それ。ゆうこさんも言ってる。言えるんだ。山形県それ。うん、これグループで掛け声が変わってくるんですよ。やっしょまかしょの後が変わります。ここは県庁チームなので山形県って声掛けしてます。一緒に踊って。一緒に踊って。私は、はい、教えて。どうしよう。あ、これがないと嫌なんだ。はい。今これがないと嫌だった。踊れるんだ本当に。県庁の仕事の一つだよ。花笠祭りは誰でも最後尾に飛び入り参加が可能。そこで。リーとジェムも花笠踊りを猛特訓。さてその成果は？練習終わりました。じゃあこれから飛び入り参加。ゴー。なんかだいぶ分かってきた気がする。すごい楽しい。やっしゃーわっかしゃーじゃんばなみ。来週は落とさないでよ落とさないでよ。わっほほんぽー方言。あー牡蠣が今口の中に入りました。ここはほばんかやほかや。ジャパナビ夏のお祭り大集合。南東北三県栃木元気発信。来週もお見逃しなく。どー